45歳の義兄が22歳の女性と結婚すると報告してきた。非正規で仕事が長続きしない義兄と結婚するなんて結婚詐欺じゃないか。と、みんなとても怪しいんだ。何している人なのか聞いても大学生としか言わない。そもそも相手の女性の写真もない。馴れ初めを聞いたところ、5年ほど前に工場の仕分けのバイトをしていた時に出会ったのだという。休憩の時に女子高生のバイトたちが固まっておしゃべりをしていたらしい。休憩室にはテレビがあって、皇族のお姫様が15歳年上の男性と結婚式を挙げたというニュースが流れていて、高校生たちが、え？この人誰？皇族なの？佳子様のいとこ？などと喋り始めた。その中で一番可愛かった子が、そのお姫様について、大正天皇のひ孫にあたる人だよ。佳子様から見て、父親のはとこだね。と説明したという。しかし、他の高校生たちは、興味がないのか。15歳差とか嫌だ。10歳上まではいいけど、それ以上上は厳しいよね。と相手の男性を叩き始めた。相手の男性を叩いているというか、単純に、年の差婚の話をしているだけだろう。可愛い女の子が、でも、あの衣装って、あの旦那さんくらいの年齢の方が、雰囲気出そう。と発言した。結婚式の衣装は、お姫様が十二人へ。お相手である神主の男性は、平安貴族みたいな束帯姿だった。それを聞いて、他の女子高生たちも、そうかもう、落ち着きがあるよね。と考えを改めた。義兄の話はここで終わったので、義両親と夫が、それで？と言ったら、え？俺は告白されたんだよ。とキョトンとしている。よくわからないが、そのお姫様のご主人と同い年である自分がいる場所で、ご主人に対してポジティブな発言をしたってことは、俺に対する告白だろうと、ドヤ顔をしていた。中島みゆきの糸を鼻歌で歌ってたこともあったらしく。若い子が、そんな歌は知らないだろうから。俺のために調べて、遠回しにアプローチしたんだろう。とも言ってた。会話をしたことは？と聞いても、いつも挨拶してくれたし、告白はされてる。と主張。言っておくが、糸は、中高生の合唱コンクールの課題曲に使われることもあるから、世代を問わず有名。うちの長男、16歳も、中学の合唱コンクールで歌ってたし。次男、12歳も、去年、6年生を送る会で歌ってた。それで、相手の女の子は、どうしてるの？年齢的に、多分大学生だろう。大学を卒業したら、俺を迎えに来て、一緒に暮らすつもりだろう。二十歳の時に来なかったってことは、短大じゃなくて、四大に行ったんだろうし。弟、私の夫の家は、男の子だけだし。うちは、女の子が複数になるかもな。と一人で語る。当然だが、連絡先も知らない。それに関しては、結婚前に、男に連絡先を教えるようなビッチじゃない。と言われた。こんな勘助みたいな思考を持っていることに、ドン引きした義両親が、大激怒して家から追い出した。一人暮らしさせただけなので、何かやらかしたら怖いから、時々、義両親が見張りに行くらしい。田舎のため、その女の子が、どこの子かすぐに分かったが、その子は、お母さんが嫁いびりに耐えかねて、娘の就職か進学を機に、娘を連れて、遠方の実家に帰ったため、こちらに戻ってくる可能性は低いという。つうか、その子の親は、早くに結婚したらしく、義兄より年下だった。